皇帝を戦勝した炎術は諸侯を敵に回し失意のうちに世を去った。これにより天下では英傑二人の対決が浮き彫りとなる。帝をいただき中原を制した曹操、対するは圧倒的兵力で天下をうかがう華北の雄袁紹である。彼のもとには曹操に領地を追われた劉備も身を寄せていた。日々緊張が高まる中、もう一人の英雄がその隙を狙う。若くして江東を制した孫策である。そしてついに曹操と袁紹が直接対決の時を迎える。軍友たちは各々の思惑を秘め勝敗の行方を見守っていた。